ラジオタンブラーの隠れ家表部屋。はい、どうも皆さんこんばんは、タンブラーです。はい、今週のラジオですね、始めていきたいと思います。本日が2020年の3月15日ですね。はい、日曜日、今週のラジオを始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではまず前半の方ですね、まあ、ちょこっとだけになりますが、僕の配信関係の話ですね、少しさせていただいて、まあ、後半の方はそれ以外のテーマということでやらせていただきたいと思います。はい、ですね、配信関係の話ですね、あんまりありません。まあ前回ですね、ラジオでお話をした通り、まあ今やっている現行のシビシックスのですね、実況動画のセーブデータをですね、一部、消してしまったというね、失敗をやってしまいましたんで、その復旧作業といいますかね、そういったところに手間取ってました。で、その関係で、今週は少し投稿ペースが落ちていると思います。まあ、週1回だけだったかな、になっていると思いますけども、まあ、それはちょっとその辺の復旧作業ということで、手間取ってしまったと、余計な作業がね、増えてしまったということで、少し遅れております。で、まあ、現在はですね、一応、まあ、なるべく元に戻して、で、そこからですね、続きの動画を収録できていることになるんですけどね。まあ、なんで一応問題はまあ過ぎ去ったっちゃ過ぎ去ったんですが、まあやっぱり、その辺の関係でですね、少しちょっと投稿ペースとかは落とさざるを得ないかなというような感じでございます。はい、でですね、であとね、一応まあついでにという程度の話なんですが、まあ、もしかしたらですね、ちょっと予定外で、シビシックス以外のなんていうか、他のゲームの実況の動画、もうシリーズでやるかどうかもわかりませんが、やるかもしれないです。はい。というのも、もう全然ちょっとですね、まあ、今、腕の、調子が良くなくなっちゃったということも、まあ、あってからは、まあ、本当に、まあ、もともと、まあ、長い、間でですね、シビライゼーション6というゲームの配信しかやっていなかった状態が続いてしまっていたところ、まあ、もう少し他のゲームもやろうかなというふうに思ってたんですが、まあ、今この調子ですので、とりあえずシビ6ですね、今の現行のシリーズが少なくとも最終回、取り終えるまではですね、他のものはもう後回しにして、あんまりまあ考えないでおこうかなというふうに思っていたんですね。ね、なんですが、ちょっとまあ、セーブデータ消しちゃったりとかですね、いろいろとやってしまいまして、で、まあ、なんていうかな、気落ちしたっていう、レベルではないんですけど、まあ、そこまで言うほどではないんですが、まあ、やっぱちょっとたまに気分転換をしたいなという気になりましてね。うん。まあ、で、まあ、もうね、現在は、なるべく元戻して、続きの動画収録っていうのも、まあ、できるようになってきたんですけど、まあ、やっぱり個人的にたまに気分転換したいなという感じで、そういうなんか気持ちが少し、湧いてきたもんですから、まあ、なんか、本当になんか、ちゃんと、下準備をやって、本格的に、次の、ゲームですね。久方ぶりに、CB6 以外の、次の、動画シリーズ、ゲームということで、まあ、やるっていう、そういうようなね、こう、ちゃんとしたものでも何でもないんですが、まあ、ちょっとした、僕のお遊びというか、まあ、気分転換程度のものというような感じのもので、まあ、他の、ちょっとゲーム、やろうかなというふうに思ってます。まあ、そういったもののね、配信、多分まあ動画になると思うので、ちょっとシリーズでやるかどうかっていうのもまあ微妙なんですが、まあまあ、ぼちぼちですね。まあ、来週、再来週ぐらいかな、上げれるとしたらね、はい、動画上がるかもわかりませんので、もう本当になんかしばらくぶりの、そうですね、シビライゼーション6以外のゲームということに、ゲームの、動画としてね、やるのは、ということになりますんで、まあ、その一発目はね、どうしようかっていうことで、ね、ずっと考えてたんですけど、まあまあ、ちょっと、
まあ、あんまりね、こう、いろいろとこう、下準備っていうように、こう、やってた結果ですね、なかなか出せなくて。で、なんだかんだしてるうちにね、こう、腕がこうなっちゃってとかっていうようなことで、まあ、機を逃してしまったということがね、過去あったんで、うん、まあまあ、もう、そこまでね、それもこだわってもしゃあねえなっていうふうに、今は、考えております。なんでね、まあ、とりあえず、久方ぶりの、CB6 以外のゲームということになりますが、まあ、そんなものもね、上がるというふうに思いますので、まあ、期待せずにお待ちをいただければと思います。はい。そんな感じですね。うん。まあまあ、まだまだね、腕の調子が本調子じゃありませんので、うん。まあ、適度にできるゲームという感じのものにはなっております。はい。で、配信関係の話っていうのはそんなとこですかね。はい。という感じです。はい。ということで、後半の方ですね。はい。ですね。まあ、時事ネタ関連のちょっと話ということにね、今回もなりますが、コロナウイルスの関連の話について、少しお話をしたいと思います。まあ、コロナについてはですね、やっぱりまあ、当初は、まあもう少し前の時期っていうのはやっぱりまあまだ情報がですねあんまり出ていなかったということもあってまあ単なるですね一ゲーム実況配信者のまあ週一でやってるたまにやってるラジオということでまあ関係ない話してるだけなのでまあそれをねそんなにこうまあ単なるこうヤフーのこうニュースのコメント程度にねが聞いていただければいい程度のものではあるので、まあ、それはもう、ラジオをお聞きになっている方はね、特に、まあ、お間違いないと思うんですが、まあ、それでもですね、一応まあ、やっぱり、まあ、一般人、素人の、まあ、意見というかね、まあ、あれとはいえですね、まあ、コロナウイルスのことについては、まあ、やっぱり、まあ、慎重にね、発言すべき、だというふうにね、思っております。まあ、もともとね、まあ、デマとかそういうのもあったし、っていうことを考えると、あんまりなんか、不確かなことは言えないな、というふうな、ことを思ってですね。まあ、あんまり、コロナのことについては、あえてちょっと避けてたんですが、これまでね。まあ、一応、そこそこですね、まあ、情報が、出てきまして、まあ、最新の情報によるとですね、まあ、インフルエンザくらいだよということのようですね。まあ、高齢者とかね、ある程度の年齢以上になると、こう一気に、こう致死率が上がると。まあ、それでも、数パーセントくらいですが、いうことで、で、ある程度の年齢以下の人っていうのは、まあ、かかっても致死率 0. 何パーセントとかなのかな、というようなことで、まあ、そのくらいの病気であるというようなことがね、だいぶ情報がようやくまあ、情報ね、なんていうかこう、遅いと思うんだけど、それも、まあ、ようやく、少しずつ明確になってきたのかなということで、まあ、そろそろね、ちょっとコロナについて思うことっていうのをお話ししていきたいというふうに思いますが、本格的にね。やっぱりね、コロナについて思ったのはですね、よくは、まあ、コロナのことについても、まあ、どうしてもなんか政治的な、要素っていうのもだいぶ絡んできてるもんですから、やっぱりその、こう政治的なイデオロギーみたいなものによって、こう人によってその、こう政府、与党自民党とかが嫌いな人は、もうとにかく、政府を叩くし、で、逆は逆だし、とかっていうようなことが、まあ、あるのかなっていうふうに思うですよね。個人的には。ただ、まあなんか、僕が思うのはですね、なんていうか、もうちょっとなんていうか、なんかいろんな方面にいろいろと問題があるな、というようなことを、感じました。で、今回のラジオの、タイトルについていると思うんですけど、やっぱりね、なんていうか、こう、人の世の儚さみたいなものを感じたというか、結構やっぱりなんていうか、ショックに思うことが多かったですね。今回のコロナのことについては。まだ、まあね、終わってもいませんが、まあね、最終的にはですよ。まあ、情報があんまり、出てなかったから混乱してたっていうのはあるにせよですね。まあ、このくらいの致死率というか、この
ウイルスで、こんだけですね、のことが起こるのであれば、まあなんていうか、本当に、それこそなんか昔のさ、天然痘とか、なんだろう、わかんないけど、エボラ出血熱とかさ、なんか本当、やばい、ウイルス、未知のウイルスっていうのが新しく出たりとかしたら、多分そのウイルスが、人を滅ぼすよりもね、まあ今回のそのラジオのタイトルになっていると思いますが、ウイルスが人を滅ぼすよりも先に、まあ人が人を滅ぼすだろうなというふうに思いました。なので、まああんまりなんていうかな、そういう意味ではすごい皮肉ですが、まあウイルスで人は滅びることはないんじゃないっていうふうな、まあね、よっぽどの、なんか、バイオハザードのね、ゾンビウイルスみたいな、そういうのが来ればまた別かもしれませんが、常識的な範囲内のものがね、まあ来る範囲であれば、まあウイルスで、人が滅ぶよりも先に、まあ、なんか人が人を滅ぼすだろうと、まあ、いうふうに僕は思いましたね。でね、一応まあ、僕は、自身はですね、医療関係とは何の関係もないんですが、親族がですね、一人、医療従事者がいまして、で、まあ、その親族の人間がですね、言ってた、ことがね、まあ、よく、こう、なるほどなっていうふうに思ったことがありまして、こう、まあ、本当にね、その、怖いのは、まあ、病気よりも、まあ、人間の方がよっぽど怖いというようなことを言ってました。まあ、それはね、確かになるほどなっていうふうに、まあ、思うところがありますね。でね、まあ、今回のそのコロナのことについては、なんていうか、こう、多方面いろんなところに問題があったなというふうに、思います。まあ、その、一つずつ列挙するんであればですね、まず、最初は大元ですね、発生元の中国の問題というのがありますよね。まあ、中国の問題っていうのは、まあ、その、まあ、大きく、まあ、二つあるのかなと思うんですけど、まず一つはその、初期対応とか、そういうことの問題で言えば、中国共産党の、なんていうか、独裁、官僚気質、権威主義というかね、権威主義、官僚主義というか、そういったのの問題点ですよね。で、まあ、僕なんか中国共産党というか、まあ、なんていうか、こう、イメージするんであれば、すごい図体のでかい、ブラック企業なのかなっていうふうに思うんですが、まあ僕自身はね、まあ、すごい空気が悪いっていうか、雰囲気が悪い会社に、長く勤めていた経験はありますが、まあ、ほんまもんのブラック企業に、まあ、勤めていた経験はないんで、まあ、ほんまもんのブラック企業の実体験ってないんですけど、まあ、やっぱなんていうかな、こう、ブラック企業体質ですよね。まあ、共産主義というのか、独裁というのかね。まあ、やっぱまあ、そうなるんだろうなというふうに思うですよ。で、まあ、これはなんていうかな、まあ、ブラック企業であるとか、本間物のね、本間物のブラック企業とか、まあ、あんまり良くない上司の下で働いたことがある人っていうのは、まあ、わかるかもしれませんけど、基本的になるよ、法伝送、報告、連絡相談とかってしなくなってくるんですよね。まあ、どうせだってしても、自分が、怒られるだけだし、責任取ってくんないし、で、全部自分の、不利益になるでしょって、結局その上の方の一部の人たちっていうのは責任取らないとかっていうようなことになって、まあ、そこの不公平感とかが あったりするということで、結局どうせもう法伝送、報告連絡相談やっても自分が損するだけで何もいいことないし、どうせなんか何も教えてもらえないしとかね、そういうようなことになるとさ、結局もう法伝送しなくなるんですよね。まあ、まさになんていうかな、こう、図体のでかいブラック企業というかね、だから、まあそれこそなんかテクノロジーがむちゃくちゃ進化して、人間をこうみんなロボットみたいにね、してね、管轄していくとかっていう、こう、全然なんか別次元の、世界に入ってく、るとかっていうようなことが起きれば別ですが、まあやっぱそういうことがない限りは、まあ、中国共産党っていうか、まあ、共産主義みたいな、ああいう独裁っていうのは恐怖支配とか、そういうようなものっていうのも、やっぱなかなか長続きはしないんだろうな、というふうには思います。まあ、そういったその、中国共産党のね、まあ、独裁、共産主義の問題っていうのは、ありましたね。で、まあ、一つはその、
初期対応とかのこともあるし、で、その終わった後に、終わった後っていうか、その自分のところで発生した後にさ、今度はその、いろんなこう、二つ目の中国の問題が世論工作とかね、やってるわけですよ。もう自分のところ大丈夫で、で、いや、むしろなんていうか、こう、悪いのは外国みたいなさ、そういうようなこう、世論工作とかもやってるわけですけど、まあまあ、あ、それは、なんていうかな、こう、ブラック企業体制とかそういうのとはまた別の問題ですけど、まあそういうなんか、あの、総合して中国の問題っていうのが一つありますよね。で、次に、あの、国際社会というか、国際機関かな？より正確に言えば、国際機関の問題点でありますよね。まあ、WHO ですよ。まあ、今回のことで言えば、より正確に言うとね、その WHO って何なんだっていうか、その国際機関とは、みたいな、いうことですよ。まあ、まあ、僕なんかね、やっぱ子供の頃とかはさ、国際機関というものはね、非常に公平で、まあ、正しいことをしてくれるみたいな、そういうような、こう、教育の中で、まあ、育ってきたわけですけど、そうじゃねえなっていうようなことが、まあ、よくわかるわけですよね。まあ、WHO なんか、まあ、僕なんかはもともとね、まあ、ゲームの関連のことで、前にラジオでも言いましたけど、まあ、その時からね、結構、懐疑的には見てましたが、結局、まあ、いろんな国がね、いろいろと根回しをしたりとかね、お金を出したりとか、いうことで、忖度ですよね。はい。っていうのが、起きてくるわけですよ。だから、決して、国際機関とか、そういったものっていうのは、まあ、WHO に限らずですけど、こう、決して、公平、公決、正義に基づいたとかですね、そういったことをしてくれるわけではないというようなことがよくわかるという、なんていうか、その、国際機関の、こう、問題点っていうのが、あるわけです。で、こう、一方で中国はね、中国共産主義っていうか、独裁の問題点っていうのはあるわけですけど、じゃあその民主主義の国はどうなんだっていうようなことを考えると、まあ民主主義の国は民主主義の国で、まあ民主主義の問題点というのはいろいろあるわけですよ。まあメディアとか、あるいは国民の民度というかね、そういう、こう、レベルというかね、まあ、いろいろ、こう、世論とかさ、まあ、あるわけで、じゃあ対して、こう、民主主義の側は、うまく、できているのかっていうと、まあ、そうでもないわけですよね。で、まあ、それは、自国の日本の、こう、問題点で言えば、当然、やっぱりその初期対応が遅れたとかさ、対外発信で、情報の発信が弱いとかね、まあ、いろいろとそういうのもあるし、で、まあ、その政府というかそういう問題もあるし、僕は、特に国内とかについては、より、それ以上ね、なんていうか、こう、問題というかね、いろいろあるなというふうに思ったのは、すごくね、なんていうか、こう、まあ、民度の低いというか、残念な、こう、事件というか、ことが多々ありましたね。例えば、まあ、前回のラジオで取り上げた転売のこともありますし、まあ、他にも、なんだっけ、陽性反応出たね、人がさ、もう自分がコロナ映してやるとかって言ってね、こう、やった超迷惑なやつがいましたよね。超迷惑どころか、なんか最終的になんか、感染者もそれで出たってことで、本当に、やったわけですが、まあ、っていう、非常に、人間性を疑う、ような、ね、ことをする、人も出たと。いうこともありますし、あるいはまあコロナということをうまく利用して、例えばその炎上とかうまくねこうバズってとかいうことで、それでお金儲けをしようというようなねこうやからっていうのもこうまあ闇の中ではねただいるということもあるわけですね。まあ僕なんかは一応まあ全然、ジャンルは違いますけど、まあ、ブロガーとして、まあ、ブログやってたりとかいうこともあるんだけど、まあ、そういう、なんていうかな、こう、マーケティングでこう、炎上させて PV を集めさえすれば、こう、広告収入でね、まあ、お金が稼げるとかっていうようなことの、業界の、で、それでやってる
連中の。で、まあ、その中の、まあ、特にタチが悪い連中、だと思いますけど、まあ、これは、こう、PV を集めるチャンスみたいなね。そういうようなことにさ、そのことを書けばとか、いうようなことを、まあ、やったりもするという。まあ、これも、まあ、直接的なその犯罪行為とか、いうこととはまた違いますが、まあ、非常に下劣な行為ですよね。まあ、あるいは、他にも、メディアの問題とかっていうのもね、まあ、あると思いますね。ちゃんとした情報出してるのかとか、メディアはメディアでね、やっぱりその情報をうまくコントロールすることで、まあ、自分たちの、こう、お金儲けにもつながるわけでね、まあ、まあ、煽りすぎてんじゃないかとかさ、そういうようなことっていうのも、まあ、あるわけですね。で、また、今週だったかな、あったと思うんですけど、孫正義、氏がね、検査キットをね、まあ無料で出すとかいうようなことも言ってたわけですけども、まああれなんかもね、まああれなんかは結構かなり批判的な、コメントというか、いうのが多かったということで、考え直すようですが、まあまあそれは、まあまだね、その反応についてはまだ良かった方なのかなというふうに個人的には思ってますが、なんていうかこう、非常になんていうかな、こう、まあ、検査の問題っていうのは、まあ、すごくあると思うんですけど。うん。だから、なんかそういうのを、こう、総合してみて、僕がやっぱり思ったのは、こう、どっかが良くてどっかが悪いとかっていう、なんか、そう単純な話でもないというか、まあ、中国には中国の問題があり、国際社会、国際機関には国際機関の問題があり、まあ、日本には日本の問題があり、またそれ以外のこう民主主義の国、別の国とかいろいろあると思いますけど、まあ他の国だってね、例えば、イタリアとか、韓国とか、ものすごいなんか日本以上にたくさん、感染者出してるわけですが、まあそこはそこで、まああんまり、正確な、というか、詳しい情報ね、僕もウォッチはしてないですが、なんかまあ問題はあるんだろうし、まあいろんなところにいろんな問題があるわけですよね。だから、なんかまあ総合すると、まあウイルスが人を滅ぼす前に、まあ人を滅ぼすから、ウイルスが人を滅ぼすことはないんじゃないかなっていうような感じがしたということですかね。すごくなんか多方面いろんな問題があったと思う。まあそれでもね、ちょうどなんか今週は東日本のね、3.11 の津波のね、忘れることができない日が今週はありましたが、9年目だっけな、まあありましたね。ただ東日本の時でもね、ここまでなんかあったかなっていう、なんか、東日本よりも、なんていうかな、こう、民間レベルでなんか、僕なんか特に、まあ、まあ、民間レベルのこととかね、まあ、転売とかなんかそういうのもそうだけど、結構、思うですよ。まあ、特にやっぱりまあ、民主主義の国って特に国民一人一人が、のレベルによって、まあ、国全体のレベルって決まってくるところでもあるんで、まあ、中国なんかはね、そういうようなところってのは、まあ、また違うと思うんですけど、まあ、やっぱり国民のなんか民度というか、そういうのとかっていうのも、やっぱり、特にね、民主主義の国は重要なのかなというような気がしますけど。やっぱ結構ね、忘れてるよ、トイレットペーパーとかのね、デマとかの買い占め、そう。デマ買い占め、転売、営業妨害みたいな、ウイルスのばらまき、フェイクニュース、まあ、それをかこつけた、お金儲けとかなんかもう、なんか人の闇汚さみたいなものがもう、こういう時にこう、全部なんか、詰まってくるっていうのが、多々ありましたね。なんか、すごいなと。この、ラジオ聞かれてる方で、映画とかね、好きな方がどれくらいいるかわかりませんが、まあ僕も、まあ最近は全然ね、映画見なくなっちゃったんですが、まあ昔は結構映画好きで見ていてですね、まあ、映画とか、あるいはまあ映画以外でも、こう、二次作品とかでもね、あるんですけど、そのパニックホラー系のジャンルってあるじゃないですか。大体ですね、ああいうパニックホラーとか、モンスターパニックみたいないうようなものっていうのは、必ずね、一人、なんていうかな、こう、
パニックが起きたら、豹変する悪役っていうのがね、まあ、必ずは言い過ぎかな。でも、大体いるんですよ。まあ、男の場合は、イケメンだったり、まあ、女の場合は、まあ、すごい美人で、おしとやかなね、いい子ちゃんみたいなキャラクターでいるんですよ。で、もともとは、すごくいい人っぽくて、で、お前のことは、助けるよ、みたいなこと言ってるんですけど、実際、この、パニックが起こると、おなってめえ女身代わりで死ねやみたいな感じで、すごい豹変するっていうね、やつが大体いるんですよ。大体いる。で、まあ大体そういうやつっていうのが最初にこう死ぬんですけどね。まあその、まあ二次作品では一応まあそういう悪いやつは最初に死ぬっていう、まあ思想ですね。そういうのがまあ入ってるんで、まあまあそういうやつが最初に死ぬんですが、まあ現実ではね、本当そうなのかどうかわかりませんけどね。で、まあ僕が何言いたいかっていうとね、その緊急時にこそ人の本性が出るということは確かにね、それはその通りなのかなというふうに思うんですね。まあ、本当にね、まあ僕自身、自分でもやっぱりそれは気をつけなくちゃいけないかなっていうふうに思うんですけど、平常時っていうのはね、やっぱりね、余裕があるんで、まあ、綺麗なことも言えるし、普通に、まあ、ある程度の人が、こう、振る舞えるんですよ。ただ、緊急時にこそ人の本性が出るというのかね。やっぱりね、それがあると思う。だから、今回のそのコロナとか、まあ 3.11 の時もさ、なんか変なデマとかね、なんかそういうのも、たくさんありましたけど、なんかそういう時に、非常にこう、品性下劣なことをする人とか、まあ、法的には、まあ、どうのこうのっていうのは別として、まあ、人が仮に道徳とか、あるいはその倫理とかね、そういうふうに呼ぶものがあると思いますが、そういうのに外れるような、まあ、下劣なことをする人っていうのはもう、かなりなんか本質的に、まあそれこそ繰り返しになりますが、そういう時こそ人の本性が出るというふうに僕は思うので、まあそういう時にそういうことをする人っていうのは、まあかなりこう悪い因子というかね、そういうのを持ってるんだろうなっていうふうにまあ思うわけです。だからやっぱり、まあこういうなんかコロナの時とかね、まあこういう時にそういう、まあ悪いことをする人間っていうのは、まあ、本当に悪い人間なんだなっていう風には思いますね。まあだから、本当になんか多方面コーナーはなんか問題、人の世の愚かさというかね、なんか問題というかなんかあれを、まあ、見ることになったなという風に思いました。なんかまあ 3.11 の、まあ、東日本の時もね、まああの時もまあ結局なんかなんだっけな、動物園からなんか動物が逃げ出したとかっていうね、こう社会、不安、混乱を招くような電話したバカとかもいたりとか、まあ、あの時もあの時で、まあ結構いろいろあったが、あの時はあの時でね、まあ結局やっぱり、なんか、こういう、まあね、それでも東日本の時はね、やっぱり、まあそれ以上に、自然災害の怖さとか、そういうようなことの方が印象深かったような気がしますが、僕はね、まあ個人的意見としては、やっぱりコロナウイルスって、そのウイルスそのものの怖さよりも、なんか人の醜さというかね、その怖さというか、そういったものの方が恐ろしさをすごく感じました。はい、というふうに感じますね。まあ皆さんはどのように感じるでしょうかね。はい。ということで、今回のラジオはですね、これで終わりにしたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。また、次週のラジオでお会いしましょう。